皆さんこんばんは。今日は静かな湖畔を弾いてみます。カエルの歌やもみじ、静かな湖畔などは曲を追いかけて弾くカノンという奏法でもおなじみの曲です。静かな湖畔、ジャズバージョンで弾いてみます。皆さんこんにちは。今日もとても楽しいレッスンでした。今日は動物の曲をいろんなアレンジで弾いてみます。楽しいクイズ形式で子どもたちのやる気を高めることもピアノレッスンの楽しみの一つです。楽しいからやり始める、この曲なんだ、いろんな動物の曲をイメージしてみるのもとても楽しいものです。ミュージックオン。